茶川線はここ、こっちから行かないか。もう民家が横全部立っとるんでね、あら行かれん、入られんか、これ見ることもできませんか。これ豊富ですよね。あら、これ行かれんな、これ残念でございました。これ行けんね、立ち入り禁止です。これ屋内所管理課で、豊富みたいな感じやね。こういう感じ、豊富かね、これ。これが茶臼山古墳なのかな。豊富。すごいすごい、中見えるわ。ちょっとね、マウンドが高くなってるからね、何にも看板もないか。これこれ横、この感じやったらおそらく横を掘ってたんやろね。本当に豊富かね、これ。前方こういうふうに見えるけど、これ円弧になってないか。これこの辺でどうね。ちょっとわからんな、これじゃ。はい、こんな感じで全体がね。でどう見てもね、全部こういうふうやから、きつい塚古墳やな、これ。きつい塚古墳、全部こういうふうですよ、これ間違いなく。はい、きつい塚古墳でございます。ちょっと間違えましたね。はい、ね、全部こういうの間違いなく。内緒管理でございます。一周は回れんみたいな、これ。一周はどうかね。ここをくびれがあって、この辺からずっとこういう感じやから、どう、こっちが豊富の方やな、おそらくな。これ豊富や、こっちやな。こういう感じ、豊富。もうこれだから大体わかりますね。形がね、ちょっとね、いびつやからね。はい、今見直してみましょう。これね、ひつぎ塚古墳でございました。ここマウンドがやや高いんだけどね、これね、豊富にしてはこっちがね。で、奥の方が円墳になるな。
さほど大きくないんだけどね。我が町の古墳でございます。山の高台の古墳で大きいのがね、吹山古墳がすごいの大きいけどね、他にもいろいろありますよね。ちょっとあと次回ってみましょう。そしたらこの奥にね、朝鮮古墳がどこかあるんだけどね。